すと玉砕前の山崎康代の最後の訓示は実に壮絶である。弾丸が尽きたら銃剣で戦え、剣が折れたら拳で撃て、拳が砕けたら晴れて気をかめ、身体が砕け心臓が止まったら魂を持って敵中に突撃せよ、全身全霊を持って皇軍の神髄を権限せよ。我が皇軍の先人君、生きて旅衆の恥ずかしめを受けず死して在下の汚名を残すことなかれ、にのっとった皇軍道義の権限であった。戦後の遺骨収集で夜襲万歳突撃の最先頭の者が山崎の遺体であったことが確認されている。国民は等しく悲痛の思いをかみしめ、そのほとんどが玉砕の裏に隠されている真実を知ろうとしなかったが、アッツと玉砕の放送を聞いた外交評論家清沢清は日記にこのようにしたためている。軍隊の勇壮無比なることが世界に貫徹していればいるほど、その全滅は作戦上の失敗になるのではないか。作戦に対する批判が全くないことがその反省が皆無になり、従ってあらゆる失敗が行われるわけではないか。もっとも一般民衆にはそんなことは疑問にはならないかもしれぬ。ああ、アングなら大衆よ、理性ある近代人として自然な反応であろう。